タフマースブ一世、タフマースブ一世、トーマスビーアイ、1514年3月3日から1576年5月14日は、サファビー町の第二代大社、在イ,イ、1524年から1576年。初代シャイスマーイール一世の息子で、即位直後と、知性前期の内遊外観に苦しめられたが、多くの時間を費やして、困難を切り抜け、 サファビー朝の基盤を固めた。1514年3月3日に誕生したが、5ヶ月後の8月23日に、父とオスマン帝国するタンセリム一世が、チャルディラーンの戦いで交戦。大敗した父はそれまでの勢いを失い、敗下の崩る場所、キジルバーシュへの統制力が低下した。1524年、父の死により10歳で、シャアの座に着いたが、 当初は幼少であったため帝国に支配を行き渡らせることができず、崩る場所の暴動が発生。東から、ウズベク人王朝のシャイバーニー朝が、イラン北東のホラーサーンへ侵攻してきたため、しばらく内紛を後回しにして、ホラーサーンの防衛に集中した。やがて成人すると1533年に、崩る場所筆頭閣のフサインハーン・シャムールを処刑、崩る場所を統率することに成功した。 崩る場所を抑えるため軍事、行政の整備に取り組み、最小を任命して、地方総督の崩る場所監視役に置き、崩る場所を互いに牽制させと出した勢力の対等を防いだ。また、弟のバフラム・ミールザーを軍司令官に任じるとともに、崩る場所依存の軍事を改め、崩る場所から人材を投用して、新鋭隊、コルチに、任命、奴隷も軍人に引き立て、グラーム、 二つのルートから直轄軍を作り上げた。ただし、依然として、崩る場所が必要であるため完全排除には至らず、崩る場所も軍事力として保持するため県に止めている。タフマース部一世の知性は、オスマン帝国とシャイバーニー朝との構渉に明け暮れた。オスマン帝国とは、アナトリア半島にシーア派が潜伏していたことから、関係は良くなかったが、戦争は、 オスマン帝国とサファビー朝の中間地点の領域、クルディスタンで起こり、この地方に根付く、中小領主は自立しながら、両国の間で従属と離反を繰り返していた。同年からセリム一世の息子スレーマン一世が、遠征を開始、首都タブリーズを落とされ逃亡。翌1534年に、バグダードを奪われたのをはじめ、現在のアゼルバイジャンとイラクにあたる地方が、 オスマン国の領土となった。だが、ゲリラと小土戦術を駆使して、オスマン帝国軍をそれ以上近寄らせず、1548年の再度の遠征と1553年から1554年にかけて行われた3度目の遠征でも逃亡しながら、ゲリラと土戦術でオスマン帝国軍を苦しめ、1555年にオスマン帝国との間に甘水や条約が結ばれた。 オスマン帝国は、イラク領有を確定させた一方、サファビー朝は、タブリーズを保持して、面目を保つ。以後オスマン帝国との間は20年以上平和が、続き、タフマースブ一世も、オスマン帝国との平和関係を保ち刺激しないように、努め、1560年に、スレイマン一世の息子バヤジトが亡命した時は、スレイマン一世へ引き渡し、 オスマン帝国の脅威にさらされているヨーロッパから、同盟を持ちかけられても拒絶している。遠征の間に、勢力拡大と対策に不振して、タブリーズから南東 500km のガズビーンセンと、時期は、諸説あり定かでない、1540年から1554年にかけて、北西のグルジア遠征を4度観光、金銀と多数の捕虜を獲得した。グルジア人、アルメニア人、 チュルケス人で構成された捕虜は、奴隷として、グラーム拡充に回されただけでなく、官僚として、サファビー庁に引き立てられることも、あ、中央集権に役立つ人材として、タフマース部一世の頃から台頭していった。ガズビンセントもタブリーズが、オスマン帝国の前線に近すぎる危機感から言った事業だが、ホラーサーンとアゼルバイジャンの中間でもあるため、サファビー庁が、 イラン高原中心で支配を固めるきっかけともなった。1543年に内紛で亡命したムガル帝国のフマユーンを保護、スンナ派からシーア派への改修と引き換えに、都市カンダハールと軍事援助を与えた結果、ムガル帝国に対するサファビー朝の影響力強まった。しかしフマユーンは改修せず、アクバルが後を継ぐとカンダハールを奪い、 ムスリム公王国と外交を結んだため関係は悪化した。それでも1555年以後は平和で戦争は起こらず、シャイバー兄長もホラーサーンへの攻撃を控えた。芸術の保護にも熱心で、かつてティムール長のフサインバイカラに被護されていたビフザードを召し抱え、258点の差し絵を収録した画集、シャーナーメト14点の差し絵画集である古部作。 ハムザを制作させ絵画の発展に尽くした。しかし、知性後半になると、ガズビーンの王宮に閉じこもり蓄財と、宗教制作に熱中するようになり、芸術や世治から目を背け、正当派の十二マーム派に傾倒する、あまり異端弾圧を繰り返し、1568年から1570年、1571年から1573年に、 発生した暴動の鎮圧活動も遅く無駄に時間を費やした。さらにハレムに入った次女のおはじめ親族や、グルジア人女性の政治介入も招き、後継者を指名しなかったことも混乱に拍車をかけ、クズルバシュグラームハーヌ村は、タフマース部一世の息子たちを立して、次期政権の座を狙っていた。不穏な情勢の中、1576年5月14日に62歳で、 亡くなり、ホラーサーンの都市マシュハドへ埋葬された、後にエスファハーンへ改装。52年間の長期間にわたって在位した後は、自らの妻によって毒殺されたというが、浴場で両足に塗布された脱毛剤のため負った、重度の火傷が死因ともされている。直後に三男ハイダルが、政権奪取を図ったが、ハーヌムに騙されて処刑され、次男のイスマーイール二世がシャーとして、 ハーヌムに擁立された。翌1577年にイスマー・イール二世が急死、長男のムハンマド・ホダーバンデが即位した額物で、ハーヌムも清掃に敗れ処刑され内乱が本格化。崩る場所の反乱と1578年のオスマン帝国遠征にルるアゼルバイジャン選挙で、サファビー朝は分裂の危機を迎え、孫のアッパース一世が沈めるまで内乱は続いた。タフマース部一世は、 中央集権化を図り、諸政策を実行。地政前半は、イラク選挙という板では追いながらも平和を取り戻したが、後継者問題ではっきりしなかったため内乱を招き、崩る場所も、再び反抗的になり、危機の時代を到来させた。結局改革のほとんどは中断されたが、後に、アッパース一世は、タフマース部一世と、同じく中央集権化のため軍事力強化と、 行政整備を徹底させ、オスマン帝国とシャイワーニー城を跳ねのけて、サファビー町の再生期を作り上げた。他、他10人、他9人、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。